あの前この前ライブした時うちの両親、うん、と、うん、春ぐらいか、うん、にライブした時に、うん、うちの両親が見に来てくれて、うん、うちの両親が見に来てくれることって本当に本当珍しくて、ほう、楽屋戻って挨拶しに行って、うん、でソラさんも来てくれて、うん、ちゃんと挨拶したのは初めてレベルだよね。そうですね、多分そもそも多分もう挨拶とかも、ね、うん、多分そのするぐらい来てないというか、なんかねすごい上品だったり、まあなんかそんな感じはしますね。丁寧でなんか、それはもう父母両方とも来てくれた感じ、うん、そう、なんかすごい、ね、2人ともこう上品な、その2人を見た時にマフはどっちにいたなとかなんかあったりしました？どっちになんだっけ。いや思った気がするけど、うん、どっちにだっけ、え、うん、お父さんになんだっけ、どっちなんだっけ、それなん聞く自分の感想じゃなくてわかんない、上品なイメージしか残ってない。お父さんになったような気がするけどな、確か。お父さんにです。そうだよね。もうそういう場に来ないからさ、普段。でも嬉しいよね実際。だからなんかスーツ着ててさ、両親が。スーツ着てきたの？そう、スーツ着てしっかりした格好で着ててさ。そりゃ上品やわ。そんなんじゃなくて、もっとスウェットとかでいいのになって思いながら。スウェットで来るのはやばい。お、お久しぶりです。一番来てくれてありがとうございます。あ、そうだ、マフって敬語使うんだそういや、来てくれてありがとうございます。本当にお父さんお母さんも敬語で、いえいえすごいいいライブでしたみたいな。いや、そんななんかそういう感じじゃないけどいやでもなんか、いや比較的そんな感じだった。なんか育ち良すぎじゃない本当にしたよみたいな、そんな感じだったよ。恥ずかしい、顔が怖くない、うん